ただいま固い申す音物語。国を申せば河内の国高安の氷。信義長者と申して宇徳人のましますが、この長者と申すは四方に四万の蔵を建て、八方に八つの蔵、何につけても不足なることはなし。しかれどもこの長者、何しにても女子にてもこという字があらざれば、これを明け暮れ悲しみて、ある日のことなるに御台所近づけて、いかに御台聞きたまえ、御御と我に子という字のないこそは何よりもって無念なり、御台いかにとありければ御台所は聞こしめし、愚かなる妻のご情かな、御御と自らが過去の因果の恥ずかしや、昔が今に至るまでこのない人は神仏に参り申し子すれば子種授かるよし受けたまわる。信義どものもいかなる神や仏にもお参りあり申し子なされとありければ、長者下に元をおぼしめし、伊豆方へも申さんより、これより都東山清水寺のご保存な、三国一のご保存と受けたまわる。このご保存に参らんと、大勢は旅の煩い、小勢は道もさらさしやと、百人ばかりのお供にて、腰穴がえをやり続け、犬の鈴、鷹の鈴、靴輪の音がざざめいて、清水もおでと聞こえける。お通りあるはどこどこぞ、植え付き稲は手早すぎて、桜氷はこれとかや、ほらが峠を早すぎて、八田の山はこれとかや、淀の小橋をたどろもどろと踏み渡り、伏見の里はこれとかや、三十三軒牛尾神、お急ぎあればほどもなく、東山、清水寺におつきある。長者夫婦の人々は、音羽の滝にお下がりあり、うがい上手で身を清め、御前に参りあり、ワニ口ちょうど打ち鳴らし、ナムヤ大悲の観世音、徳福を願うこそ、真の憎みも被るべし。ただ願わくは、何しにても女子にても、子種を授けて賜れ、と、深く規制を参らせ、ゆんでの方なるところに横盛りやる。夜半ばかりのことなるに、かたじけなくもご保存な、ゆるぎいでさせたまいて、長者夫婦の枕神にお立ちやる。いかに長者夫婦の者、はるばるこれまで参り、子種申すこと、何よりもって不憫なり。去りながら丸がいでたるついでに、何時夫婦が先生の因果を語って聞かせ申すべし。まず長者が先の書は、これより丹後の国、野瀬の氷の山うどなるが、春にもなれば、善米わらびおらんとて、山に妙花を話しける。地三尺下なる虫を焼き殺し、鳥は様々多けれど、キギス夫婦の者にて、物の哀れをとどめたり、春にもなれば、十二の会合を産み揃え、父鳥母鳥喜びなす折からに、妙か手事故をもえくれば、父鳥母鳥悲しみて、谷水を含み取り、介護の周りを示せども、妙か手事故を強ければ、十二の介護を母鳥が、寮の羽貝に巻き込んで、おんどりと箸を食いようて、引いて逃げんとせしけれど、茨むぐらにかけられて、
のくべきようのあらざれば、父鳥は術けづき、向かいの羽ばたに飛び移り、恋や来たれや母鳥よ、命があれば工場設けてまたも見る、その子捨てて立てよと呼ぶ。母鳥これを聞くよりも、情けないとよ父鳥よ、十二の介護のその中に、一つ巣ごもりになるだにも、世にも不憫と思いしに、この子においてはエステマイと、己とおのびに焼け死する。父鳥これを悲しみて、足を鳴らし翼を叩き、呪うようこそ哀れなり。今日この延べに、火をかけたる友柄が、将を変えであらじ。医師と将を変えるならば、鎌倉街道の医師となり、上り下りの駒に蹴られて物を思え。過去の行いめでとうて、人間と生まれをなすならば、長者と生まれをなせ。それをいかにと申すに、貧にこうあり、長者にこうなしと申すなり、開けてもこう欲しや、暮れてもこう欲しや、暗示くらいてさて果てよと。歯がいの端を食い破り、死死たりし一年が、胸の間に通じきて、下るる小種を宙にて取って服するによりて、それにて小種がないぞとよ。また未来が先の章は、これより大海の国、瀬田の唐橋の下に住む大蛇にてありたるが、ここに哀れをとどめしは、時はの国よりも、春は来て秋戻る、ツバメという鳥夫婦にて、物の哀れをとどめたり、橋の雪下駄に、十二の介護を生み起きて、母鳥介護を温むれば、父鳥へば身に立って、養育を申せしが、ある日のことなるに、父鳥も母鳥も、連れてえば身に立ちけるが、大蛇これを見るより、良き隙間と思い、すともに取りて服すれば、ツバメ夫婦立ち返り、大きに驚き、ここやかしこと尋ぬれど、その雪形はさらになし、これはこの川の大蛇が服すべし、せめて一つは残さいで、時はえの宮立てに、何がなろうぞ悲しやな、時はえは戻るまじ、と夫婦、橋を食い違え、身を投げければ、大蛇これを見るよりも、これも今日の餌食ぞ、と取って服したる。この一年猛年が、胸の間に通じ、下るる小種取って服す。それにて小種がないぞとよ。とがない丸を恨むるな。明日になるならば、急ぎ川地逃げこうせよ。と、夢の間にお告げあり、消すがようにお見えなし。長者夫婦の人々は、夢覚めかっぱと起きたまい。あら情けなのご保存や。たとえ夫婦の者ども、過去の因果は悪しくとも、方便にて授けて賜りそうらえ。誠を授けないならば、お前再び下校申すまじ。お前にて腹十文字に書き切り、臓腑掴んで繰り出し、ご神体に投げかけ、荒人神と呼ばれ、参り下校の人々を取って服する者ならば、七日がうちはいざ知らず、水戸瀬がうちに草木を生やし、鹿の不死のととなすべし。ただ一筋に思い切ってましますが、館に久しき沖縄、のういかに我が君様、かほど流行らせたまう霊物に、言われぬご難申したまう。七日でご無双ないならば、大願祝願を込めあれ。重ねて七日をこもりあれ。我が君様、と申しける。長者下に元をおぼしめし、漁師すずり取り寄せ、願状書いて、お内陣にお米ある。御台所も同じく、お内陣にお米あり、重
重ねて7日をこもりやる。かたじけなくも道の別当は、やがて講座にお上がりやり。いらたかの数珠さらさら通しもで、ありがたのご保存や、末世の衆生がお村をやめ、長者夫婦の者どもに、子種授けて賜る者ならば、御堂建立もすべし。天竺よりも唐木を下し、石口桁口を唐金持って含ませ、両と田津が舞い下がりたところをば、下にありありと掘りつけて参らすべき。それも不足におぼしめさるる者ならば、御前の舞台古び見苦しや、あれ取り替えて、欄干義母子に至るまで、皆金銀にて磨きたて参らすべし。それも不足におぼしめさるる者ならば、ワニ口古び見苦しや、あれ取り替えて、表は黄金、裏白金、厚さ三寸、広さ三尺八寸に至て、釣り替え参らすべし。それも不足におぼしめさるる者ならば、御前のいがき古び見苦しや、白絵のなぎなた三千振り、からくれないにて言わせて参らすべし。それも不足におぼしめさるる者ならば、黄金のいさご三畳三号、白金砂子三十三号、月に六升六号ずつ、清めの砂と巻き替えて参らすべし。それも不足におぼしめさるる者ならば、長者が身内に、明け六歳の春駒に、金福林の蔵を置かせ、白金の靴輪をかませ、お前を引き換え引き換え、ほとりのね、仏の眠りをさまいて参らすべし。男子なりとも女子なりとも、一人小種の書もと読み上げたり、御台所の願状を拝見申すに、小種授けたまうなら、空の鏡七表、真澄の鏡七表、白身の鏡七表、二十一表に、八尺の掛け帯、五尺の鴨字、十二の手具足、上代の宝物と込めて参らすべし。それも不足におぼしめさるるものならば、功労特古霊尺上、金銀にて百八、千の花皿に至るまで、磨きたて参らすべし。それも不足におぼしめさるるものならば、見前の都庁古び見苦しや、あれ取り替え、綾の都庁七流れ、錦の都庁七流れ、金蘭都庁七流れ、二十一流れ、表の折り付けには、天人二十五の菩薩、天下らせたまいて、末世の衆生救いやがさせたまうところ、物の上手に折り付けさせ参らすべし。日光学校三校折り付けさせ、仏の眠りさまいて参らすべし。男子なりとも女子なりとも、一人の子種の書もと読み上げたり、ありがたやご保存な、内人よりも揺るぎで、長者夫婦の愛に立ち、夫婦の者どもに授くる子種はなけれども、あまり大願こむるにより、子種を一つ求めたり、この子生まれ七歳になるならば、父にか母にかな、命に恐れあるべきが、明けすけこの目と、夢の間によつげある。長者夫婦の人々は、夢覚めてカッパと起き、酔いに儲け、明日は虚しくなるとも、子種授けたまわれ。さあらば子種餌すべし、すなわちこの子男子にてあるべき、下校申せと、夢の間によつげある。ケツがごとくお見えなし、長者夫婦の人々は、夢覚めカッパと起き、あらありがたのご無双や、おんまえおまかりたち、急げばほどなく、おんともを引きぐして、清水寺を立ち入れて、お急ぎやればほどもなく、河内高安の御城によげこうあり、おんよろおこびは限りなし、仏の誓い新たさよ、御台所は月の合水身に泊まり、七月の患い、九月の苦しみ、
当たると月と申すには、御三の秘宝を解きやる。お前近き女房たち取り上げ、何しかよしかと見たまえば、瑠璃を述べ玉を磨きたるごとくなる。若君に手をわします。長者夫婦の喜び、何に例えん方もなし。館に久々しき沖縄参り。この若君に皆をつけ参らせん。何とつけんとありければ、信義この義貴子示し。この子清水の申し子なれば、いかようにも計らえとある。沖縄受けたまわり。福徳はテテゴにあやかりたまえ。知名は沖縄にあやかりたまえと、真と徳とをかたどりて、女を新徳丸と立てまつる。この若君には、おちが六人、目のとが六人、十二人の御父御馬、産湯を引かせ立てまつり。御長は言わ暇もなし、二歳三歳暇もなく、九つにおなりやるは、昨日今日のごとくなり。長者夫婦、御喜びは限りなし。信義、御台所近づけて。のいかに御台、あの新徳丸を、しぎのの寺へのぼせむ、とありければ、もっともしかるべきとて、労働中見つめされ。いかに中見つ、あの新徳丸を、しぎのの寺に、みとせが間預け申し、よきに学問させてたまわれ。受けたまわるとて中光、若君の恩とも申し、寺入りと聞こえける。急げばほどなく月しかば、あじゃりに対面申し、あの若君と申せしは、河内高安、信義長者の御子なり、水戸瀬が間預け申すとありければ、安木間の恩子となり、中光若君に近づいて、よきに学問したまえと。水戸瀬すぐる者ならば、お迎えに参らんと。いとま申してさらばとて、河内の国へ帰りける。新徳丸は、世の幼いにまして、師匠の方より、一時と聞けば二時と悟り、十時を百時千時と悟り、寺一番の学者となりやる。これはさておき申し、泉河内津の国、三カ国の宇徳人、一つところに集まり、何か得ようのもてあそびと、二月二十二日と申すには、天王寺蓮池の上に、石の舞台を張らせ、四方に花を刺させ、稚児の舞のお慰みとありしかば、もっともしかるべきと、おのおの同じたまう。さて当年は、信義殿と親に刺されたまう。信義我が家に帰り、労働中光近づけ。何時は茂野の寺へ参り、新徳丸ぐして参れとある。受けたまわるとて、茂野の寺へ急ぎける。急げばほどなく月しかば。あじゃりに対面申し、このよし書くと申す。あじゃり聞こしめし、安き間のことなると、新徳里に送りやる。父母に対面ある。信義殿のご城には、やあいかに新徳丸。何時これまで呼び下す、別の司祭でさらになし。天王寺にて稚児の舞のありけるが、さて当年は、それがし遠野に刺されたり、余人の稚児を雇うべきか、何時参り申すべきか、いかがせんとありしかば、神徳この良し聞こしめし、余人の稚児とあらんより、それがし参り務めんと、2月22日になりしかば、稚児を語らい、皆役役を刺したまい、稚児の舞と聞こえける。さすが稚児は美人なり、奥義の手はよし、人間な申すに及ばず、もろもろの諸菩薩、甲賀の鱗図に至るまで浮かびで、貴賤軍需は満ち満ちて、
この舞褒めぬものはなし。七日の舞三日あり、四日目のことなるに、扇の手の隙間より、乾の座敷には、泉の国影山長者の乙姫を、神徳一目ごろうじて、さて浮世が思うようになるならば、あの姫君と一夜の際ないなすならば、根性の思いよもわらじ、これが恋路となり、その日の舞を舞い咲いて、中光を共にて、高安咲いてお下校終わる、一間どころに取りこもり、塔の枕を引き寄せて、恋路の床にお節ある、中光このよし見るよりも、若君の一間どころに参り、のいかに若君様、大事の御身の何とて打ち伏したまうぞや、御手を賜われ、お脈取り、御のをやめて参らすべし。若君、両の御手を中光に賜る、取りも取ったり中光や、上のお脈はなどやかで、そこのお脈の乱門は、これは四百四病の山をより外れ、恋路の脈と取り立てや、一恋させたまうぞ、お包みなくお語りあれ、恋をなびけて参らすべし。若君このよし聞こしめし、重き神戸軽くあげ、重いうちにあれば、色ほかに現るる、恥ずかしや、今は何よか包むべき、この舞を申せしとき、乾の座敷に腰が三丁立ったりしが、中なる腰の姫君は、いずくの姫にてある中光よ。中光受けたまわって、それを恋させたまうかや。それは泉の国小木の庄にて、影山長者の乙姫に手をわします。影山長者と信義ども も、位も宇治劣るべきか。ことさら主ない姫なれば、一筆遊ばしたまえ。恋をなびけて参らすべし。神徳名の目におぼしめし、すずり漁師取り寄せて、すみすり流し筆を染め、おぼしめすご神事もお仕事、年頃に書きとどめ、山形ようにおしたたみ、松川結び品結び、中光に頼み申すとて、中光御踏み受け取り、やがて参らんさらばとて、高安を立ち入れ、境の浜にも月しかば、数の薬、十二の手具足買い取りて、秋人と様を変え、急げばほどなく、泉の国、小木の庄にも月しかば、影山長者の堀の船橋打ち渡り、平治門にずっと入り、大広庭にずっと立ち、飽きなうこそ面白や。ベニヤ後ろいたとうがみ、御たしなみの道具には、神社こうめされ、と、行きいたり戻りて飽きのおたり、女房たちは聞こしめし、あら珍しの秋うどや、何かある、とお問いやる。中見続けたまわりて、広縁に連尺おろし、その身は落ち間に腰をかけ、唐の薬、日本の薬、十二の手具足、ずらの掛け子に包み分けて、あれかこれかと表情割る。中光自分な良きと心得て、玉ずさを取り出し、のいかに女房たち。さてそれがしはこの三日先に、河内の国高安、信義長者殿にて、商い申してござあるが、信義長者の裏辻にて、さも美しくしたためたる、文を拾おてござあるが、広いどころのゆかしさに、これまでたばいもってござあるが、よくはお手本に遊ばせや、あしくは当座の笑い草にもなされ、と、女房たちに立てまつる。女房たちは受け取り、たばかる文とは存じなく、さっと広げて拝見ある。何？
神なるは月や星、中は春の花、霜は雨あられと書かれたり、それは狂気人が文字ないことを書き、路中に捨てたは事情なりと、一字もわきまえず、一度にどっとぞお笑いやる。あらいたわしや乙姫は、七重八重九重の万のうちにて、そよ吹く風まで、ひとかとおぼしめさるるみの、ゆるぎいでさせたまいて、女房たちを近づけて、のういかに女房たち、何を笑わせたまうぞや。珍しきことあらば、自らにも夢ばかりを語りやり、姫が心の内も慰めて旅たまえ。女房たちは聞こしめし、いやこれなる秋うどが、踏み終えさせてありけるが、なんとも読みがくだらいで、これを笑い申すとて、元のごとくにしたためて、乙姫に立てまつる。乙姫玉ずさ受け取り、さっと広げて拝見ある。筆の立て戸の気高さよ、墨付き文字の尋常さよ、踏み主たれとは知らねども、踏みにて人をしなすとは、かようのことを言うべきか。いかに女房たち、百様知って一様知らずは、争うことなかれ。いかに女房たち、なんぼこの踏みは、訓の読みがあるべきに、姫が文章を砕き、大和言葉で読むべきか、または義にて読むべきか。まず一番の筆立てに、富士の高根と書かれたは、上の空の月長むにとこれを読む。三つの大山と例えたは、もうさばかなえとこれを読む。峰に立つ鹿とは、秋の鹿ではなけれども、妻は恋かぬるとこれを読む。薄もみじとは、色に言い出すな。野中の清水の例えとは、このこと人に他言すな。心の内で一人済ませとこれを読む。沖こぐ船の例えとは、うから心で思う身を、急いでつけえとこれを読む。伊勢の浜荻、潮屋の例えとは、空風吹かば、一夜なびけとこれを読む。池のまこもの例えとは、ひかばなびけとこれを読む。根ざさのあられと書かれたは、さわらば落ちよとこれを読む。のきのしのぶと書かれたは、冬中の暮れほどの、つゆ待ちかぬるとこれを読む。尺内予備と書かれたは、いつかこの恋成就して、巡り合おうとこれを読む。歯抜けの鳥に、つるない打つ弓の例えは、立つも立たれず、燃え立つばかりとこれを読む。奥に一首の歌の割り、恋いる人は、河内高安信義長者の一人を新徳丸。恋いられ者は乙姫なり。今までは垂れ屋の人ぞと思うて、ようだることの恥ずかしや。兄とのばらや、父子の耳に入るならば、乙姫なんとなるべきと。二つ三つに踏みを食い先、雨落ち際へふわと捨て、連中咲いてお忍びやる。お前近き女房たち、このよしを聞こしめし、これはいつも参るは旧度かと思えば、一角若しにてあるよな。お前に誰かある、あれ計らえと、口々に申さるる。中道このよし聞くよりも、よしない君に頼まれ、すは次第たるとは思えども、それ夫の心と大仏のあきらは、大きても太かれと申す。女人は胸に知恵あり、心に知恵ないと受けたまわる。どいてみばやと思い、いかに女房たち、今の踏みを破りやってござるぞ。こなたへお戻しやれ。いや戻すまじの互いの論、影山長者聞こしめし、受けたまわれば河内の高安信義長者の一人ご新徳丸方よりも、乙姫方へ玉ずさのよし受けたまわる。急ぎ玉ずさお返事申せとありければ、
受けたまわるとて乙姫は、すずり漁師取り寄せ、おぼしことの葉を、こまごまと書きとどめ、山形用に押したたみ、松川結びに品結び、女房たちにお出しある、女房たち受け取りて、秋うどに渡されける、高水玉津さ受け取りて、つづらの掛け子に堂々入れ、また連尺したため肩にかけ、平治の門のつつと出て、と息ほっとつき、虎の尾を踏み毒蛇の口を逃れたる心にて、急げばほどなく、河内高安に着きしかば、若君の一窓ころに参り、玉ずさのお返事、若君なの目におぼしめし、さっと広げ拝見あり、御喜びは限りなし。中光は、信義夫婦にこの義申しける。